会社で出世が早い人の特徴って何だと思いますか私はまあまあ大手の企業で課長をやってるのですが、早く部長になりたくて焦ってしまめます。ちなみに女性で男性、会社は男社会です。えっ、ー、と、野村証券があの外部のコンサルにお金を払って、その、どういうその社員が優秀な結果を出すのかっていう調査をしたらしいんですよ。 いや、その、あの、こういうタイプの人が出世するよね、とか、こういうタイプの人が、その、あの、すげえ稼げるよね、っていうのが分かると、じゃあ、そういうタイプの人を採用した方がいいし、その、どういう、その、あの、社内訓練をした方がいいかっていうのも含めて、なんか、こういう研修受けた人が、医療成績上がるみたいなのがあるので、で、いろいろ調べて、結構なお金を出して調べた結果、結論として、野村証券で、その、出世する人の条件っていうのが、一番最初についた上司が優秀っていうのが結論だったそうです。 ではその最初についた上司がいい人だと、割とその社会人としての立ち振る舞いっていうのを最初の上司が教えてくるんですよ。でも、二人目の上司って、一人目の上司と比べたりするので、言われた通りちゃんとやらなかったりするんですよね。例えば最初の上司がクズで、二回目がそのそれなりにいい人だとしても、最初の上司に仕込まれたクズの仕事の仕方っていうのを、もう身に染みてしまったりするんですよ。 例えば仕事は、あの、本気でやらなくても、ところどころどっかでサボった方がいいんだよっていうのを教えたとするじゃないですか、最初の上司が。でも次の人っていうのは、サボらなくてもきちんと成果を出して、その成果がその報われる形でやった方が給料も上がるし、出世するからそっちの方がいいよねって教えるタイプだとすると、2回目の正しいアドバイスを聞かなかったりするんですよね。っていうのが、あの、重け、手向きの綺麗事の話。で、 あの、要は最初の上司が優秀な方が出世するっていうのは、上司が優秀な方が教育能力が高いんだろうなっていうのが表向きの綺麗事で、実際問題こうじゃないかなっていうのは、あの、大体どの会社でも派閥っていうのがあるんですよ。で、上司が優秀だと、例えば課長が優秀でした。そうすると課長は今度は部長になりますと。で、部長になると自分の派閥のやつを 取り上げるので、じゃあ自分は部長になったから、課長は自分の中のいい部下を引っ張り上げるんですよ。で、今度部長が専務になりましたってなると、自分の派閥の中のいいやつをこの部長にするんですよ。っていうのがあるので、優秀な上司の下につくと、その優秀な派閥に入れるから、結果として出世しやすいっていう。要は本人優秀かどうか、実は全く関係なくて、優秀な派閥に入ると出世しやすいよねっていう、あの、まあ、しょうもない話な可能性もあるので、 なので、あの出世したいのであれば、あの優秀な派閥に入ってください。はい。まあ、どっちかわかんないですよ。あの、本当に教育が上手いので出世してるかもしれないですけど、まあ、ただ派閥の方がなんか、現実的な気がするんですよね。はい。派閥先ガチャ。そうですね。はい。